された RMS ビューティーのプライマーのご紹介と、その他のコスメアイテムのご紹介をしようと思います。それではマリコチャンネルスタート。今日は私の大好きなメーカーさん、 RMS ビューティーさんが新発売したプライマーのご紹介になります。なんで私が RMS ビューティーさんこんなに好きかっていうと、界面活性剤や水溶ポリマー、私がもう毎回言ってるものですね、もう一番入ってないメーカーさんなんですよ。一つ一つどういった成分が入ってるか、あとはどういった質感かなどをまとめてご紹介できたらなって思います。まずはね、これラディアンスロッキングプライマーでございます。仕上がり感の高い化粧下地が実現できるために、少しね、界面活性剤とかポリマー系が使われてるんですけれども、これはお水がもう使用されてるので傷みやすい内容になりますので、こういった特殊な空気が中にこう入らないようなパッケージになってます。ノズルを回すとピッて出てきます。ここをプッシュすると出てくる、ほんのりローズの香りがする下地になります。発色性のあるこうパールがかったような粒子が含まれてます。で、複数のオイルが使用されているので、お肌をしっとりと保湿してくれるような効果もあります。でもね、全然ベタベタしない。やっぱり少しね、いろいろこう配合しているので、質感はすごくいい。程よい吸着感っていう感じ。まあこれだったらメイクもしっかり乗ってくれるだろうし、皮脂や汗の分泌量によるメイク崩れっていうのが最小限に抑えれるのかなって思います。次はコンシーラーとしてこのアンカバーアップをつけていきたいと思います。これファンデーションとして使ってもいいんですよね。で、これのすごいところは、もう界面活性剤もポリマー系もゼロ、防腐剤もゼロ、もう全部ゼロなので、質感はね、もうこれ私結構使ってるので汚くて申し訳ないんですけれどもこうやってね、固めなんですよ。これをファンデーションとして使うこともできる。肌を休めたい時って、もう界面活性剤とかポリマーとか絶対顔につけたくないんですよね。で、そういった時でも、外に出る用事があるっていう時は、スキンケアをした後に日焼け止めを塗って、隠したいところだけ、なんかね、この辺だけこれを塗ったりする。皮むきが起きたりするんですよね、私。花粉のアレルギー持ってて。でもそういう時って、ミネラルファンデーションじゃもうボッソボソになったりするので、そういった時は、もうこれ何にも入ってないから、これでね、仕上げたりする時もある。なので、これはね、じゃ高いけど、一本持ってた方がいいかなって思います。で、カバー力高いから、コンシーラーとして使う方は、もう一個ね、ワントーンアップしたカラーを選んでもいいかなって思います。結構ね、ヌーディーさも合わせ持ってるので、塗ったっていう感じはしないんですよね。なんか隠したいところだけ素肌っぽく隠してくれるような感じ。でもカバー力がしっかりとある。クリームファンデーションを塗っていきたいと思います。で、ちょっとね、塗りすぎると重たくなっちゃうから、最後ね、こういうスポンジで、まあ、馴染ませてあげるっていうか、余分なテカリとかをね、こう吸収してあげてもいいかもしれない。で、私メイクアップアーティストじゃないので、あんまりね、こういうの参考にならないかも。はい、ね、綺麗。
今度はこのマスターラディアンスベースをお顔にのせていきたいと思います。ローズゴールドの輝き、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、私はこれミネラルファンデーションがうるつや感が足りない時にこれをね、頬だけ塗ったりしてます。はい、目の周りだけラディアンスベースをちょっと塗りました。で、これ塗るとクリームファンデーションと掛け合わせるとあんまりわかんないんですけれども、これ 100% ミネラルファンデーションとか結構ねマット系のファンデーションと合わせるとめちゃくちゃ綺麗なんですよ。しかも光沢感がこうホワイト系の光沢感ではなくって暖色系のゴールド系の輝きになるので健康的なメイク仕上がりになる。すごくね元気な印象にしてくれるアイテムになりますので、これもおすすめです。もうね RMS ビューティーさんのコスメはもう全部おすすめ、もう安心ができるかなって思います。はい、メイク完成してきました。ね、トータルでほぼほぼこう界面活性剤とかね水溶ポリマーが入ってない、もうかなりかなり優秀なもうコスメアイテムかなって思います。石鹸で1回でオフできますっていう風には歌われてなくって、やっぱり植物性 100% オイルなどで、これも100回ぐらい言ってますけれども、メイクした後は植物性 100% オイルでメイクをなじませてティッシュでオフしてから石鹸1回で洗い流す。ここは皆さんちゃんとしっかりと把握しておいてください。石鹸1回でオフができないものでも日焼け止めで言うとバジャーとかもね、完全無添加っていうコスメアイテムたくさんありますので、そこはね別に気にされなくていいかね。もしこれもちょこっと入ってるから嫌だっていう方は、このねマスターラディアンスベース、これも元々はメイクアップベースになりますので、で界面活性剤が一つ入ってます。はい、いかがだったでしょうか。よかったら私がおすすめしてるコスメアイテム試していただけたらなって思います。それではマリコチャンネル、また来週木曜日。バイバイ。